届けヤングボイスラジオ。皆さんこんばんは、あけびりなです。明るいに比べると書いてあけびです。明るいりなで覚えてください。私の取り柄は明るく元気なところと行動力があるところです。これからも明るく元気に突き進んでいきたいと思います。これからよろしくお願いします。こんばんは、はじめまして。僕の名前は阿部武で、2月19日生まれです。僕は集中力があり瞑想が得意です。声優を目指しています。これからよろしくお願いします。皆さんこんばんは、泉龍です。僕には3つの特技があります。1つ目は歌です。普段一人カラオケに行っていてよく歌の練習をしています。2つ目はダンスです。中学校の時から独学でダンスの練習をしています。3つ目は料理です。普段からよく自炊をしていて料理には自信があります。その3つの特技を生かしながらこれから先、皆さんと頑張っていけたらいいなと思っています。これからよろしくお願いします。はじめまして、こんばんは、稲葉由里子と言います。私は10歳の頃から編み物や縫い物が好きで細かい作業をすることが得意です。最近ではカードゲームにハマっていて大会に出たりもしています。私の将来の夢は小さな頃からリスペクトしている声優さんと同じアニメに出演することです。よろしくお願いします。 Have a nice day。 ポッキー大好き、岡田沙羅です。ポッキーとは誕生日が同じ仲です。11月11日ですね。家には今8箱のポッキーが待機しています。賞味期限ギリギリまで家で待機してもらって最後の日に美味しくいただこうと思っています。私は絵を描くことが大好きなので、ツイッターなどで探してみてください。よろしくお願いします。こんばんは、梶岡ゆうきです。私の魅力はズバリ見識の深さです。特にポップカルチャー各社、ロックバンド、そしてインターネット文化に造詣が深いです。なのでそうした知識を生かして皆さんに楽しく穏やかな時間をお届けできればいいなと願うばかりです。梶岡ゆうきでした。ありがとうございました。こんばんは、念のためおはよう、こんにちは。好きな餅の食べ方はきなこの黒蜜がけ、黒蜜ケイです。よろしくお願いします。あの食べ方なんで美味しいんですかね。趣味は映画鑑賞で最近は感動ものをよく見ます。僕はとにかくやりたいこと、やってみたいことを全力で取り込む主義です。僕は なりたい夢に向かって日々努力しております。これからもよろしくお願いします。こんばんは、坂井ななみです。坂井ななみ、略して魚と覚えてくれたら嬉しいです。お寿司屋さんで一番好きなのは卵です。私の一番の趣味は競馬観戦です。毎週いろんな要素を駆使して予想をしているのがとても楽しい時間です。その影響から人の名前を覚えるのがとても得意になりました。これから自分のやりたいことを見つけていけるのが一番の目標です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、瀬川結衣です。私の好きなことは歌を歌ったりダンスを踊ったりすることです。この間マップ通りに進んだら一つの角を回って元の位置に戻ってしまうほど方向音痴です。迷子の瀬川で覚えてください。これからどうぞよろしくお願いします。はじめまして、高須賀ゆりです。2月14日バレンタインデーが誕生日なので母からもらった最大のバレンタインプレゼントと父から呼ばれております。特技は折り紙で幼少期からたくさん折ってきました。特にハートとコマを折るのが得意です。高校時代は立体的なもの、特に恐竜にハマっていました。私は器用な方なので器用ということを生かしてこれから頑張っていきます。これからよろしくお願いします。皆さんはじめまして、そしてこんばんは。僕の名前は長野圭吾と申します。長野県で覚えてください。僕のいいところは元気で大きい声を出すところです。僕の趣味や特技は運動したり歌ったりすることです。これからたくさんの人たちを楽しませられるようなそんな人間になっていきますので、どうぞよろしくお願いします。皆さんこんばんは、藤岡かないです。かない安全と聞くと
よく振り向いてしまう藤岡かなえです。僕は明るく積極的であるため、このラジオにも積極的に取り組んでいきたいと考えています。私の夢は声優になることなので、この2年間しっかり勉学に励み、何事にもチャレンジしていきたいと考えています。よろしくお願いします。こんばんは、はじめまして、宮内きらりです。11月29日いい肉の日に生まれました。誕生日の日にはよくプレゼントは肉でいい？と言われます。言われ飽きたなとか思いません。むしろ言われ待ってます。私のいいところは好奇心旺盛なので、何でもチャレンジしていくところです。よろしくお願いします。はじめまして、向井玲奈です。1月13日夜中の1時24分に生まれました。血液型は O 型です。趣味はエレキギターを弾くことと歌うことです。サウシードッグというバンドに憧れてエレキギターを始めました。将来は舞台俳優や声優、ディズニーのキャストなど、いろいろなことに挑戦したいです。これからよろしくお願いします。皆さんはじめまして、森本あやみです。はい、ちょっと声に違和感があると思うんですけど、実はですね、さっきまでお恥ずかしいことにちょっと緊張で泣いてたんですよ。なのでちょっと鼻声なんですよね。でもそんなことは置いといて、生き物と植物が大好きなあやみちゃんで覚えてください。よろしくお願いします。1年生の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、どうでしたか、皆さんの自己紹介聞いて。みんな元気だね。嬉しい、嬉しい、嬉しい。本当にね、なんか競馬観戦が好きな子とかもいたしな。本当にそれこそ翔輝くんとか、競馬のアニメの馬娘好きじゃん。大好き。なんかこう話してみたいなとか思った。いや本当にね、なんかリアルの、その競馬とかはちょっとあんまり見たことないんだけど、それこそアニメに出てくる一部のショーとかキャラとかだったらわかるから、そういうのをきっかけにちょっと話していって、ちょっと競馬も機会があれば見てみたいなと思った。あ、リアル競馬も見てみたいか。そうそうそう。よく聞くのはどうだった？僕もねじゃないな、僕は、英語で始めてる子いたじゃん。ハバナイスデーって。でも一日よって。23時に放送されてるんだけどね。もう寝るんだけどって。もうみんな寝るよねみたいな。グッナイトかなみたいな。ちょっとつくみたくなっちゃった。ちょっとね、うずいちゃってる。ちょっとうずいちゃった。ああ、よかったよ、ね。芸人魂が。真鍋さんはどうだった？いや、私はね、もうとにかくみんな和気あいあいとしてる収録の風景がすごい。いいなと思って、みんなで緊張ほぐし合ってね、もう深呼吸してたのが本当にツボで、私そう、全員で深呼吸してもらっていいですか？待って違うだろうってなるよね、ちょっとツッコミたくなっちゃうから、ね、なんか僕たちがさ、1年生の時とかってさ、そこまでみんな最初からすごく仲良かったってわけではなかったじゃん。ちょうど仲良くなるまでにちょっと家庭がやっぱり1ヶ月2ヶ月が必要だったじゃん。だからこんな最初から仲良くなれてるのはすごいいいなって思った。僕のイメージ、一番翔輝くんが心開いてくれづらかったけどね。ごめんね、ごめんね。それはごめんねってなるけどね。いや、それこそ伊香崎さんの子は、私はやっぱバレンタインが誕生日の子がいいなって思った。あー、素敵だったよね。誕生日は変えれないからね、もう納得するしかないんだけどね。そうだね。さて、4月から新たに15名が加わった声優タレント課、これからラジオドラマや MC でもどんどん活躍していきますので、応援よろしくお願いいたします。